こんにちは、今日は、4月から入った新入社員さんを紹介したいと思います。おーい、みんな、元気です。ゆりです。大地です。はい、元気くんとみなみくんと太一くんの3人が、高校を卒業して、就職してくれました。ありがとうございます。じゃあ今の、まあ、元気くんの方から PR ポイントの方お願いします。はい、僕の PR ポイントはこの笑顔と大きな挨拶です。ぜひご来店した際には大きい挨拶で出迎えます。よろしくお願いします。いいですね、テンション高いですね。みなみくん、はい、テンション高くできるのかな。僕の PR ポイントは なんだろう、集中力ですかね。一つの作業に集中して進むことができるので、まあ、そういうところが僕の PR ポイントなのかなと思いました。はい、ちなみにみなみくんはどこ出身ですか。僕は鹿児島出身ですね。そうだね、鹿児島の水産高校でいつも台風が上陸する枕崎の近くにずっと3年間いたんだよね。はい、ということで、台風は持ってこないようにしてください。努力します。はい、太一くんです。はい、僕の PR ポイントは生き物が好きなことですね。錦鯉、いろんな品種、色ありますね。その中で、僕は白写りとか黄写りとか写り系が好きで、そういった品種を、こちらに来た際にご紹介できればなと思っております。はい、3人とも、現在はまだ目がキラキラしてますが今後1年2年すると目がだんだんくすんでいくかもしれませんが、皆さんが温かく見守ってあげていただければ目がどん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 綺麗になっていくと思います。ということで3人これから頑張って内定学園を支えてください。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあみんな行っていいよ。はい。ということで、新入社員さんの、紹介でした。ありがとうございました。